するしない？どうも、ひなたいこです。今回も麻雀の匠松本プロの麻雀たくさん見せていただきたいと思います。それではどうぞ。第3局3問場開始です。皆さん手牌を開けてください。ドラがパーピン。はい、この3問場上達3000点、はい、絶対取りたいところなんですが、ね、ここまで頑張って形式転廃でつないできました親番。はい、手牌はピンズ一面図、うん、ちょっとねピンズに寄ってる手牌なんで、はい、まあ、2差しの3色とかも見えるし、うんうん、あとはまあちょっと遠くに何チューン重ねれば本一も見えますね、ピンズでの。はい、なのでまずはちょっと E1 から切っていきました。はい、この手まだこの形だと仕掛けはないですか？仕掛けはなさそうですね。やっぱ仕掛けるんだったら何チューン重なってからじゃないとちょっと厳しいかな。ドラもないんでまだ、まあどっちかというとピンフイペイコーとかいうことですね。ピンフ3色とかですね。まあでも結構まとまっていい形ではありますね。はい、何三局供託はありますが、上下にかなりこう点差が開いてきました。うん、そんな中で上茶トイメンは手役を目指してどちらもウーピンからの切り出し、うん、ま、本率が増えましたね。はい、ここはもうあの本率見てる場合ではないので、はい、まずこれ何抜かれたら嫌なダブナンから切りますね。シム茶のリャン反訳、はい、まだねこれまだ単野王とかもあるんで、一応数層とか引いてねシャアを落としていく可能性もあるんで、もうチートイツとメンツで目いっぱいで踏まえていきます。やっぱりトイメンとカミちゃんのこの変則手ってやっぱ自敗が結構警戒するというか、まあ期待が下がりますよね。簡単に出てくるような牌ではないか、うん、さあドラのパーピン、これ嬉しいですね。でこれもまたさっきも言った通り自敗はちょっとね期待できる牌ではないんで、自敗やっぱ使う変則手なことが多いんで、はい、スムーズに切っていきます。ちょっとリャンウーピンがねでも2枚切られて、そうですね、でも逆にリャンピンあたりだったり持ってない可能性高いですよね。そうですね、神茶とトイメンは下茶は想像を並べている。うまくね3万とか3層ですか。これは場に1枚切れの3層統一になりました。チートイツのイーシャンテン取れますね。どうしますか。これはドラ重なった時のチートイツのドラはさすがに逃したくないので、ってことは1枚入れの数番切ります、ね、なるほど。一応ね3層とか2万が残ったらシャー切ってね2面2面のイーシャンテン取れそうなんで、これでねリーチはねちょっとこの状況だとドラドラだったら打ちにくいですね。ドラ短期だったら1打とうと思います。あーなるほど、チートイツ転廃、うん、ドラ短期の場合はリーチ。そうですね、ドラドラだった場合はこの変則手の人たちが打ってくれるかもしれないんで、供託3000点ってこともあるんで、この手ってローピンが出たら泣いたりとかもあるんですか？今瞬間は泣かないですね。泣かない。ローピン泣いても、まあ、三蔵がしかも1枚切れちゃってて、はい、まあ、できるかもしれないですけど、チートイツの医者手と僕は大差ないかなと思って、うん、むしろチートイツの医者手の状態を維持の方がいいかなと思います。これが終盤とかになって転廃が取れないかもって思った時に初めて思考に入るわけですね。チュン数ワン、チュン数ワンって言ってしまった。統一手をやってもいいかなって中でね。うん、まあでもね、これ多分チュンと数ワン捉えられる選択はそんなにないかなと思いますね。数ワンは特に、もうピンズチートイツ決めるにしても、ピンズが結構いいんで、そうですね、リャンピンとか、まあ、ドラヒョウのチーピンを選んだ時だけ、まあ、いけるかなって感じですけど。さあ、すでに自分の目から3ピンが4枚見えています。はい。さあ、キューピンが来て、これどうしますか、この後、はい、シャアはションパイ、シャアはね、3蔵倍1枚、まあ、3蔵倍1で、まあ、3蔵を切りたい、枚数だと3蔵を切りたいところなんですけど、まあ、実際と言った通り、まあ、シャアが結構あんまり期待できないっていうことなんで、しかもローピン引いて単野王になるかもしれないんで、まあ、1枚差ではあるんですけど、数層とか2蔵の横伸びも見て、これシャアいっています。はい、なるほど、いいシャンテンです。そうですね、数層3枚見えて三層も山に残っているか、うん、町的にはね、リャンマンも三層も結構悪くない町なんで、テンパったらリーチですね。うん、数はまた引いてきましたね。これは残しますか。これは残しますね、三ワン引いた時に数ワン4枚目ですね。うん、難しいのが来ますね、どんどん最後に出ていく牌が何かによっては
ただ、テンパイぐらいはとりあえずはできそうですね。どうしてもここ上がりたいところですが、ドラのパーピン打ってきました。リーチ。3層を引いて、ここでリーチ。かなりこれは好感触。そうですね。3層切んなくてよかったですね。1枚の。そうですね。枚数で選ぶと。3層になりそうなんですけど、やっぱり親の維持が結構重要なので、まあ上がりだったら3層よりシャアの方がいいかもしれないですけど、これは見事に正解して、まあ普通っちゃ普通なんですけど、でも結構重要ですね。そうですね。位牌が結構意味ないよ、意味ないとまでは言わないですけど、結構期待できない川っていうのはありますね。さあ、リャングピンは川に2枚。はい、自分で1枚。高めのリャンピンも見えていません。なんちゃわね。数ワンが最後にこう手出しで出てくると、あんなに数ワンいらないってしてたのに、シャア統一落としで数ワンの方が大事だったんだ。あとリャンワンあたりはね、絡んでるんで、まああのマンズ持ってる可能性ありますけど、まあ3ワンだったらあのこれって3ワンのシャンポンにするやったらリャンワンにするでしょと。そうですよね。リャンワン1枚も見えてないんで、だからこれ3ワンって結構今なんちゃの方押したんですけど、ね、結構通しやすい。はい。3、3、4って持ってたらもう3切ってリャンワンにするんで、よほどのことじゃないと。そうですよね。なのでこれ押しやすいんですけど、まあ、今9ピン神茶に押されたんですけど、これは結構な危険牌ですよね、はい、6、9ピンドラマたりで。なので結構警戒かなって感じします。やる気があるということですね、神茶。はい。さあ上がりきれるか。まだね、上がりまで結びついていないんですよね。はい。ここまでの戦い、ここでやっと上がりたいところですが、式天杯、そして天杯量は何度ももぎ取ってきましたが、もぎ取ってもぎ取って27,500点。落ち着いたこの天杯量なかなかなかったですもんね。ギリギリの攻防で。あ、どうだ、リャンソー。いや、 E ピンもリャンソーも押さえてますね、かなり。まあ、ただね、数層が4枚目持ってる可能性があるんで、まあ、なんとも言えないところですけど、はい、上がりきれるか。まあね、この2人はちょっと3着目、4着目が来るってことは安くはなさそうですよね、打点。しかもやっぱ僕に上がるとやっぱ2着に入るのも結構きつくなるんで、ここの4000点、今落ちてる4000点をどうしても取りたいっていう意識はあるでしょうね。頑張りどころということですね。うん、積もっ、リャンピンも積もった。ついに上がりが、いや、ついに上がり出た、出ましたね。4000は4300オール、リーチツモ、イーペイ、コドライチ。ここで大きな4000は4300オール。やったー、やっと上がりが結びつきました。おめでとうございます。ありがとうございます。これはめっちゃ良かったですね。かなり嬉しいですね。かなり嬉しいし、このツモ上がり、ポイントはやっぱチートイツとメンツテの天秤で、はい、まあ、ここのシャート三蔵の差ですかね。うん、シャート三蔵、まあ、スーワンはしょうがないとして、シャート3増だったらまだこれで天杯でしたもんね。シャート2万のシャンポンか換算1天杯とかになってるんで、はい、まあ、やっぱり結構特殊な条件が絡んでる手役を狙ってるっていうのを意識しつつ、まあ、縦と横を逃さないバランスが大事かなと思いました。見事にはまりました、はい。さあ、そして親番、この後4本場です。どんな戦いになるんでしょうか。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。ラン3局4本場開始です。皆さん手牌を開けてください。さあ、ついに全局上がりを決めました。ね、ました、大きな大きな4000オール。そして親がさらに続きます。ギリギリまだ2着目なんですよね。うん、そうですね。まあほぼ並びと考えていいでしょうね。ドラが嘘で、で、まあ、はい、じゃあいっぱい積もってきて、はい、まあ、3万、まあ、かなりね、トップが見えてきました。まあ展望は近づいたんですけど、まあさっきと違って親がトップ目のオーラスの親が今トップ目の方なんですよね。オーラスの親がトップ目、はい、なので早残ってますね。1000点とか上がっても、まあ1000点は今4本場なんで、なんか僕の条件をきつくしたいんですよね、落とす場合も。なのでさらっと1000点上がるのも重要ですけど、はい、できれば高い点数で僕の親条件をきつくしたいと思うのが普通なので、突き放したいわけですね。はい。なので、まあ、ちょっとさっきよりもやることが多くなってしまった。で、僕はさらに展望を積み上げていくだけなので、あんまり僕自体はそんなにやることも変わんないけど、他がきつくなったんで結構今一騎打ちみたいな感じになっておるんで、ちょっとやりやすくなりましたね。とりあえずペイ切っていきます。はい。今回のこの手はどのような方向で考えてますか。ドラもまあドラ受けはありますけど、ドラがなしで、まあ単4も見えるけど肩上がりの部分とか E1 と1とかあるので、まあリーチ前提ですね。
全然で、うん、前提で、まあなんかあとはうまく白が重なったりとかカンチャン入って大体リーチですね。でも、うん、あとはまあ親とのまあこうなったらね、でも他のリーチが飛んできた時に補充しにくいですね。さっきまでは行かないとっていうところあったけど、積もられてねオーラス勝負って可能性もあるんで、はい、ってなると目いっぱいにゴリゴリには進めにくいということですか。そうですね、まあちょっとこれもあのハイパイ悪い時とかの時は読みを聞かせろって言いますけど、はい、ちょっと受けも意識しつつ上がりたいっていう感じの、ちょっとそのバランスですね。お、いいとこ来てました。はいはい、タイヤは2番に1枚切れ、はい、1枚切れですね。なんで、まあ、タイヤを見えるで E1 から切ってきます。はい、これいいの引きましたね。結構そうですね、タイヤが見える形になってもまだ仕掛けはまだ仕掛けないですね。ないですか。ここは、まあ、数ピンとか欲しいところですけど、うんうん、これも何切ってきます。はい、まあ欲しいところですけど、やっぱ1500は結局これ今2700ですけど、はい、4本場です。結局やることまた変わんない状態なんで、一発ちょっと大きめ2000オール以上ぐらいは引きたいところなんですよね。できれば、うん、まあ、2900とかでも大きいんですけどね。上がる場所にもよりますけどね、うん、直撃とかだとね、大きいです。結構もう5000点以上上にいることになるんで、割とね今回展望少ない2人も逆にあの2着になるのがすごい厳しくなったので、はい、普通に上がって3着を死守するみたいな構えで普通の手になってますね、はい、これタイヤを見るんで貫禄ピンで受け残して E1 切ります。 RTD リーグは打つ回数も多いですからね。そうなんですよね、1つでも上の着順目指すのもかなり大事ですよね。そして2着と1着が40ポイントあるんで、大きいですね。ここで2着で我慢するようなことはできないですね。バンズ伸びました、うん、これはまた選択ですが、そうですね、今候補はどれですか。チーピンか、はい、まあ、ウッパーワンを切るかって感じなんですけど、うんうん、一応ねマンズがこれローワンとか引いたら一応横にも伸びるんで、ここはチーピンを切ろうと思います。なるほど、うん、両ピンを切るって選択肢もあるんですけどね、はい、両ピン切り、それはもう E ピンは欲しくないしということですか。そうですね、 E ピンが2枚切れで、まあ、仕掛けも考えてって感じですけど、うん、まだね一応リーチ手順としては両面外すほどではないかなって感じなんで、はい、まあ当然想像の受けは外せないとして、この順目この曲周りの速度感はどのように感じてます。そうですね、そんなに割とここのトイメンとカミ茶は結構、はい、おとなしめの川で、うん、トップ目どうですか。下茶トップ目は、まあ、これでまあピンズが結構安いターツ払ってきたんで、はい、まあ、結構進んでるなって感じ、早いかは分かんないですね、手は進んでるなって感じはあります。なかなかちょっとじれますね、はい、ドラガウーソーのこの曲ローソーどうしましょう。想像はちょっと受けとしては厳しそうなんで、ローソーこのままつもぎります。今回想像が場に高い一メンツとしてね、ここのうん、そうですね、下茶は急走の現物も切ってきてどうするって感じですね。この順目ぐらいになって初めて僕も仕掛けを考えるかもしれないですね。このリアンシャンテンの状況と、はい、もうスーピンが2枚入れて状況と、ちょっともうしか、まあスーピンじゃなくても、まあウーソーとかチーソーも仕掛けようかなって思ってるところです。3万ウーピンポンとかも。この11順目のこのあたり、この周りの速度感と自分の手配で、うん、手配ですね。あ、これ仕掛けの方向もできてきたと。やっぱり体感として結構ニャンシャン点で2段目のこの最後のところってもう今泣かないと相当厳しいかなっていう順目だと思うんですよね、僕結構。これ3万切りでいいシャン点ですね。いいシャン点。これでもねちょっと泣きたくなくなるんですけど、まあ、結局、まあ、あの山にもここの方がないかもしれないんで、ツーピンとウーソーは泣こうかなと思う。チーソーちょっと泣く悩みますね。E スーピンぐらいだったらまだギリギリ入れられるかもしれないんで、はい、でも E ピン2枚、スーピンは2枚と場にね出てます。うん、これはテンパイ次ってリーチもあるんですか。はい、リーチあります。3、テンパイしたら全部リーチ打つつもりです。カンウーソーでもカンちゃんでも、はい、リーチ打つつもり。これ一応ね、うっすら2差しの3色あるんでパーソーを切ります。
三十ずれたときに、そうです、ヤンマン引いたときにウッパーワンとスライドして二差しの三十かります。やっぱりこの局面って結構特殊でリーチ打つことが結構重要なんですよね。おーリーチ打って、じゃあもう一局あるだったら宝珠だとね、もしかしたらトップの人もトップ争いから落ちちゃうかもしれないし、三着争いから持っちゃうかもしれないんで、やっぱ圧力としてはかなりいい。これですね。なるほど。はい。これ三増、まあ連増残したのが良かったですね。まあ E ピン3枚入れで数ピン2枚入れなんですけど、うっかり数ピン一発ずつも裏1とかだと6000ありますね。あるんで、ここは枚数は薄いですが、さっきのリーチの効果はすごい大きい局面なので。リーチ。ここでリーチ。さあ、観浪層。宣言杯泣かれましたね。ねえ、仕掛けられてしまいました。虎のウソを使い切って、でシャアを2枚入れのシャアを問い落としと、まあ、ここもね上がられてしまうと結構なんちゃの条件がきつくなるので、はい、ここで3着目追いついた。しかも両ピン切りリーチってちょっといいスピ持ってるもおかしくないですね。本当ですね、大ピンチですね持ってるとなると、さあ、ヤンソンは大丈夫でした。いや、結構勝負の局面ですね。まあこれはまあなんちゃとしては僕が打ってくれたらすごい楽だなって感じなんで、はい。ちょっとまあそこまで行こうとは思わなそうですね。お。さあなんちゃ少し考えてやめました。うん、そうですね。おチュンなんと一だったら、まあ何も二枚じゃないの多いな。チュンがまあ、はい、これも安全牌として使えて、うん、まあ僕が宝珠とかしてくれたのがすごい楽だった。危ないということですね。そういうことですね、うん、これでもう安全にいって、まあ天牌脳天だったらもう一曲やるぐらいだったら仕方ないだろう、うんうん、最後のこの番、はあ、そう大丈夫でした、ね、さあ両曲、はい、の3人天牌一石抜かれたね、あれ松本さんと下茶、そして上茶の3人天牌です。流局しかも最後テンパったね、あれスーピン引いたっしょ、あれウーピン、最後ウーピン入ってね、ピンズできたっぽいよね。さあということでこの曲流局となりました。流局となりました。まあもやばんれんちゃんです。結構いい結果の一つではありますね、はい、まあでもやっぱり上がるのが一番良かったんですけど、やっぱりオーラスのこの二人のやり合いっていうのはもう親を落として高い点で上がる、親を落とすか高い点で上がるって親を落とすのが一番メリットが良くてみたいな感じなんでね、はい、これ前のめりで行くとダブロンないですもんね。 RT デュール上がりないですね。上がりなかったそう頭、ね、まあでも補充がないだけ、補充するとかなり条件きつくなっちゃうんで、まあかなり良かったかなと思います、はい。さあ今回も見応えがありました。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。